ウニオーネスポルティーバアベッディーノ1912は、イタリアのカンパニア州アベッディーノを本拠地とするサッカークラブである。同州の代表的なチームとして、SSC ナポリ、US サレルニターナ1919 19などがある。2017から18シーズン終了後に破産を宣告され、2018から19シーズンはセリエ D に所属している。 1912年のチーム誕生から、しばらく、カイリーグでの活動が続いたが、1973年5月27日、U.S. レッチェ戦に勝利し、ついにセリエ B へ昇格することとなる。そして5年後の1978年6月11日、U.C. サンプドリア戦に勝利し、クラブ史上初のセリエ A 昇格を決める。セリエ A では10シーズンを過ごすが、 1988年のセリエ B 降格を境に、クラブは低迷。2008から09シーズンにはセリエ B からの降格に加え、財政状況がかんばしくないことを理由に五分に当たるセリエ D への降格を命じられた。新たなチームアベリーのカルチョ 12SSD として、再スタートを切った2009から10シーズンは5位に終わったものの、昇格枠に、 秋があったことからレガプロセコンダディビジオネへと昇格した。2010年、チーム名を AS アベッデの1912へと変更。シーズンを4位で終え、昇格をかけたプレーオフで敗れたものの、昇格枠の秋を理由に再び繰り上げ昇格を果たした。2015年3月5日、かつてのクラブ名である US アベッデの1912に解消した。 なし中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。